とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それではいきましょう。さあ今日はこの装備を使っていきます。誕生と終焉、結構ね苦手なんですけども、火力としては一番高い武器なんですよね。ちょっとこれに慣れていきたいと思います。で、防具はもうベタ足です。瞬速を使って、高速移動をしながら戦っていきます。では行きましょう。それではデイリークエスト行きますね。誕生と終焉のエンチャントですけども、リフレッシュクリティカル重力追い打ちですね。で、もともと吸血と虚無がついてるんですよ。この武器超火力なんだよね。で、重要なのが重力です。これ重力がないとどうしようもないんですよね。まあ、とりあえず行きましょう。で、ベタ足なので、この瞬速、おい、ちょっと待って、瞬速は絶対必要です。ちょっと待って、誰だ、もう、浮遊射撃撃つのは。で、あ、ちょっと待ってね、キャプテンはね、全部倒していきます、もちろん。OK。あ、そのキャプテンは、重力には引っかからない。でもクリティカルで相当ダメージ与えれるね。うん。で、吸血で回復できるので、これめっちゃいい。よしよし。リフレッシュめちゃくちゃ効く。リフレッシュが相当かかるね。よし、いいよいいよ。あ、でもパワーポーションはねあった方がいい。もちろんね、どれでもそうなんだけど、移動速度ポーションも欲しい。 OK、 いいよ。あ、あんまりこういう編成はしないんだけども悪くない。うん、いや、移動がすごく早いのでいいね。はいはいはい、 OK。動けないのはこれ雲のせいか。しゃ、いい、火力がいい。いるかキャプテン、いないな、キャプテンはいないな。ちょっと待って、すごいすごいすごい、ちょっと待って、何その連射、なんだその連射は、腹立つなこいつ。弱体化まで入れやがって。よし、待て、またんかい、すごいな、ちょっと待って、これえぐい、いや、何その連射、このネクロマンサーすごいぞ。よし、いや、あ、ちょっと待て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 待って、トゲがいる、あ、待ってって、トゲきつい。これもともと火力があるんで、トゲが痛い痛い。よし、いけた。あ、キャプテンはこっちはいないっすね。いないね。ならばちょっとキャプテンを探しながら先に進んでいきます。ちょっと、キャプテンいる、キャプテンいる、どこだ、あっちか。で、ネクロマンサーがまたね、えぐいのがいる。ネクロえぐいのマジできついね、本当に。あの連射がすごいもん。うわ、ちょっとひどいひどいひどい、こいつはひどいぜ。よし、ノックパックもするしね。あ、ノックパック、あいって、何これ、なんだここは、ひどすぎるぞ。よし、 OK。ちょっと待って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 、重力ついてる、いや違うな、重力じゃねえな、いやひどいって、もうあいつ腹立つな、あの野郎。オッケー、行くぞ。ちょっと待って、このネクロマンサーマジで、よし、オッケー、あとお前だけ、よっしゃ、いやーひどかった。ナイトモード、嘘でしょ、嘘、
これはきついぞ。中間地点を抜けました。きつい、きつい。やっぱナイトモードつらいね。うん、ナイトモードはなかなかつらい。 OK。 でもいけなくはないよ。うん、やっぱね、吸血がいいね。吸血がすっげえ回復するんで、耐久力がもう半端ない。うん、どの武器よりもやっぱ耐久にこれ優れてんだな。だから一時期使う人がめちゃくちゃいたんでしょう。まあ今でもいるかもしれないですけどね。なんか外国の方でこればっかり使ってるっていう話だったので、まあ俺はあんまり使わなかったんですけどね。でも実際ベタ足で瞬速つけていくと全然快適にいけますね。え、どっち？あ、まあまあまあ、とりあえずこっち探しに行くか。よし、多分洞窟の中にね、最終的にはキャプテンが何体かいそうなんだけども、どうでしょうね。この他の場所には、ちょっと待って、すごいのがいる。すごいエンチャのやつがいるぞ。危ねえ、トゲが結構きついんだよね。ちょっと待って、動けない。回電までいる。やめろ、回電もやめろ。よし、オッケー、いる、キャプテンいる。行くぞ。いいね。一度攻撃が入り出すと、もう全然余裕で倒せる。はい、脅威に。よっしゃ、いる、どっかにいる。いや、えぐいぞ、えぐいぞ。ちょっときつい。やば、あぶね。ネクロマンサーがきついんだよな。でも別にエンチャントのやつではなかった。よし、え、どこ、あ、先の方か、先だわ。あ、いた、よっしゃ、オッケー。待って待って、すごいことになってる、すっげえことになってる。待て、よし、何何何、分からん、後で見よう。すっごい敵の数。待てって、えぐっ。やっぱりあのね、リーチが短いっていうのがものすごい弱点。あ、まあ、弱点なのか俺が使いにくいと思うのかだね。よっしゃ、もうなんだこれ、ひどいぞ。え、さっきの何がついたの。あ、炎の道を持ってるか。だからそれは持ってるわ、こんだけ。ちょっと待って、ひどすぎる、ひどすぎるこれ。おーいって、待って、ひでえ。あ、そうか、もうナイトモードだからもうずっと湧くんだ。だからもう進まんといかん。いや、これはひどい。一応キャプテンは全部取りたいので探していこう。もうね、指が痛い。あ、あー、オッケー、どう、発見。洞窟の中に多分何体かいるんじゃない。うん、もうゴールはもうすぐそこだしね。多分この中にいてくれるはず。頼むよ。ナイトモードでちょうどね、見えにくいところで炎があるんで、ちょうどいいか、炎の道。なかなか嫌なエンチャントだけどね。移動がだいぶ制限されちゃうので。お、なになに、 いるの、どこ、わからん。キャプテンどっかにいる。いや、ひどい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 って。
よし、ちょっと待て。あ、あっち側か、こっちの方だな、反応があるのは。 あ、いた。おーい、きついぞ。よし、レースめんどい。おっ、ひどい。よし、脅威で、あと1体だ。え、奥にいる？いや、いない。いや、すごい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 。ちょっと待て。ちょっと待て。すんげえ。敵がえぐい。よし。え、じゃあもう、あとは外にいるってことか？多分もう、この中にはいないね。あ、じゃあ外のゴールの横のところかに最後の一体がいるみたいですね。まあゴール手前で変更点ついてもまあそんなに変わりはないと思うんだけども、まあ一応探し、ああ、いるいるいる。 OK、 よし、 OK。 いや、勝てえな。ちょっと待て、硬い硬い。ちょっとひどいって。これ、オーケー。何がついたかもう全然わからん。プレイヤーのダメージが 20% 減少するか。ああ、もうきつい。やられる、これやられる。よし、まあまあ旗はね全部取りました。よし、すごいな。ああ、トゲやらなんやらめちゃくちゃだ。よし、 OK。 まあまあクリアしましょう。もうね、さっとクリアしちゃいましょうよ。いやー、なかなかきついエンチャントがついてくるよ本当に。よし、お前らもう本当にすごいって。ほんと。はい。では、クリアしますね。はい。ということで、戻ってきました。誕生と終焉使ってみましたけども、まあまあ、火力も耐久力もあって、いい武器だ。素晴らしい武器。ただ、リーチが短いっていうのが、弱点かな。で、今回は空腹の恐怖を使ったんだけども、ここを、ウィザーにすると、まあ、もっといいかな。うん。ウィザーか勇者がやっぱいいかもしんないね。そしたらば、火力は減るけども、耐久力が増えるので、いいかな。いや、でもこれも意外と悪くなかったですね。うん。使い心地は良かったです。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。